小塚洋介さんの倒し方を教えてくださいって。あれはなかなか倒れないでしょビルから落ちたって倒れないんだからさ。ビルから落ちたって大丈夫なんだから、あの人。最強だろう打撃効かないんだからさ。そうだろう恐ろしいな。耐久力が。キングだしな。キングだしよ。うん。なんとかだっちゃ。とか言うわけで。多分まあ倒せないわけでもないわな。でもな、弱点がないわけでもないよ。最近はほら、電動自転車ばっかり乗ってるから、あの人。脚力が弱ってると思うね電動自転車ばっかり乗ってるから。 やっぱ下半身の力弱ってると思うんだよな。久保塚洋介が電動自転車乗ってやってきました、つって。うん、電動でウィーンって進んでいくからさ、まあ、下半身全然使えてないから、発生し、だから、やる気かやる気かって、ウィーンって,って、あの、メイとか,か乗ってくるわけだろ、ウィーンって,って。で、竹瀬やってやるわ、ウォっ,ってて、まあ、メイと降りて、俺のところにワーっと来るわけだろ。でも下半身鍛えてねえんだから、電動で。電動でこんなウィーンって,って、あの、おしゃれな、 アウトドア風の電動自転車でウィーンって来るんだから、降りたらもう、でもひょろひょろだから、もう電動ばっか使ってるから、そこに今週乗ろうた、ビタ遠間から遠間から送り出し乗ろうた、ビタはいこう捉えてみた、ビタンはるってなったとこに来ただろうな。うん。ここでいけんじゃねは久保塚は。ああまあ、俺は何の恨みもないから、俺から手出すことはないけど、はい小塚洋介が俺を、はい、やってやるって言うんだったら、そういうことでしょうね。 電動自転車に乗って降りてきたところに、ローからの膝足を黄金パターンで行きましたね。